おはようございます。社畜デザイナーの小鉄です。年末にかけて忙しさが加速しています。命を削る毎日です。今日はビデオ会議が7件も入っています。スケジュール表がミルフィーユのように折り重なっています。このミルフィーユを見るたびに胸が苦しくなります。今日もコーヒーが美味しいです。ざわつく心を落ち着かせます。病んでいる暇もないので仕事を始めます。打ち合わせまでに資料を作ります。ただただ無心で働きます。10時からのビデオ会議に備えて着替えます。ジャケットを羽織って気合を入れます。社畜の戦闘服です。1件目のビデオ会議が始まりました。クライアントにデザインを提案します。次は社内の打ち合わせです。15時のプレゼンに向けてリハーサルをします。少し遅れて3件目のビデオ会議に参加します。刻一刻と時だけが過ぎていきます。次の会議までに昼食を済ませます。昨晩作っておいた煮卵です。風味が欲しいので柚子胡椒も添えるとします。いただきます。柚子の香りと煮卵の風味が絶妙でうまいです。ゆっくりとランチを食べに行きたいですが、ブラック企業では悠長にお昼休憩を取ることはできません。食事も短期決戦です。幸せな時間はあっという間です。ここからも怒涛のビデオ会議が続きます。打ち合わせのために仕事をして、また打ち合わせで修正が発生する。それを永遠と繰り返します。プレゼンが始まりました。緊張感で精神は擦り切れていきます。何度もプレゼンを経験することで、精神はタフガイになります。本日最後の
ビデオ会議です。代理店から10分だけだからという言葉を信じてビデオ会議に参加することも多々あります。少しでも気を許して受け入れるとズブズブになります。仕事相手とは適度な距離感が大切です。長い戦いを終えました。ここからようやくデザイン作業ができます。明日提出の仕事を進めます。急遽出社することになってしまいました。急いで着替えて事務所へと向かいます。夜風が気持ちいいです。明日は対面でのプレゼンがあるので、資料の印刷を任命されました。15部出力を用意します。モニターに映してプレゼンすればいいのでしょうが、そうは問屋が下ろしません。昔ながらの紙を提出するというプレゼン方式もまだまだ残っています。長居はせずにすぐに脱出してきました。我が家は落ち着きます。お腹も空いたので晩ご飯にします。本日の食材を開封します。実家から自然薯が届きました。父が山で自然薯を掘ってきて、それを家の畑で栽培しています。今日は半分だけ使います。まずは芋についた土を洗い落とします。そして皮を剥きます。最近皮剥き器を買ったことで QOL が爆増しました。多少土が残っていますが、よしとしましょう。すりおろし器ですります。根気よくひたすらすります。すれました。
かなりの弾力です。味付けをします。母から LINE で味付けを教えてもらいました。人肌程度の出汁をどう作るのかわからなかったので、今日は醤油だけにします。シンプルな味付けは正義です。できました。ツヤツヤです。いただきます。とても美味しいです。これだけで白飯3杯はいける気がします。粘り気も相当のものです。自然薯は通常の山芋よりも粘り気が強いです。僕もこのくらいの粘り強さを身につけたいです。毎日労働で心が折れそうになります。ごちそうさまでした。さらに実家からの届き物があります。ゆずジャムです。謎の袋に入っています。我が家ではゆずの木があって、そこからは毎年大量のゆずが取れます。それを母がジャムにしています。お湯を注ぎます。いい香りがします。ゆず茶の完成です。とろとろです。飲むだけで心が穏やかになります。果実もいただきます。甘さ控えめで美味しいです。柚子の酸味によって気合が入ります。パソコンから少し目を離している間に大量のメールも届いていました。柚子茶を飲みながらもう少し働きます。今日はこのくらいにしておきます。今日は自然薯と柚子を食べることでリフレッシュできました。実家の仕送りによって生かされています。今年の年末も帰省したいですが、仕事次第では
叶わないかもしれません。年末まで残り数週間、帰省するために命を削りながら全ての仕事を片付けます。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。